どうもバルベリーです。星のドラゴンクエストを実況やっていきましょう。福引き。現在時刻は2015年11月1日2日経ちましたね。ロト開放から1時30分壊しました。10連いきましょう。まあ今までの経緯は過去動画を見てください。行こう。泣いても笑ってもだよ。うん、あまあまあまあ幸先いいじゃないですか。幸先いいっすよ。いきなり星が出てくれた。斧はカイザーアックスが出ないね。星5。これは本当にロトガチャなんでしょうか。私ロトガチャを本当に引いてるんでしょうか。これはレジェンド福引きになってるんでしょうか。マジか。ドゥーンって言ったよ。ドゥーンって言った。星5 2つ。行こう。もう回すだけだよ。出る瞬間が見たいな。もうこの出る瞬間のためにこのお金を使うというこの無駄さ。もはや手の運動。ツイキャスでも同時放送してます。コメントいただいてました。1回か2回跳ねてほしいな。星4が1つ。いつになったら俺には恵みの剣が出てくるんだ。恵みの剣よ。出ない。ロトのロの字も出ないよ。これロトガチャの動画だよね。1回じゃなくて2回跳ねてくださいよ。どうだ。くそ。まあルームバックラー進化させます。ありがとうございます。ラスト来たんだね。心が痛い。心が痛い。
じゃなくてね。なんか今跳ね方元気だったね。跳ね方が元気だったけど。くそー、久しぶりに違うの来たけど。本当にロトガチャなんですかこれ。教えてください運営さん。一回画面落とします。行こう。追加。ひどいってレベルじゃないなこれはってね。本当にひどいってレベルじゃないですね。これ一個人を破産に追い込むゲームですね。ん、これニューだな。鬼の金棒ハズゲット。向こうが大儲け。大儲けですね本当に。今回のロトガチャでも相当稼いだでしょうね。おお、オシオン2つしか、あ、3つしか出なかった。もうただひたすら回し続ける。何連目ですかということですが、まあ600連ぐらいしてるんじゃないですか。600連ぐらいいっちゃうんじゃないですかね。まだ集計してないですけど。1回じゃなくてね。まあ600連つってもね、10連60回ですよたった。まだ60回しかやってないんですから。ヒカキンさんみたいにテンション高くいったら。いや結構テンション高くやってたんですけどね、さすがにもう600連とか超えてくるともうこういう状態になっちゃいますよ。この出るまでシリーズってやつはね、もうただの作業芸です。いやー2回も跳ねなくなってきたね。2回跳ねてくれないかな。なんか煽られたように出てきたな。食い気味に出てきやがった。これも食い気味に出てきた気がするんだよ。あ、私開始の画面で見てるからそう見えるだけか。あーあーあーあああ。2回テンション上げていきましょう。いやー2回跳ねればテンション上がるんですけどね。2回も跳ねてくれないんでね。開始の画面で見てるとね、これ食い気味で出てくるのがすごい腹立つ。星4しかない。星5も出ない。マジか、画面落とします。
さあ気を取り直していきましょう。追加しました。2時に向けてねガンガン引いていくんで。イカズチ、うん、ヤシャコン3本目来たわ。あざす。ヤシャコン3本目あざす。まあね、森人ね。まあね、魔法サークルとね。跳ねろ。2回跳ねてくれよん。お願いだからよん。おっ。いや。もうやだよ。もうインテリハント何個目だよ。10個ぐらい出たんじゃねえかよ。早くロトの剣あげてください。かわいそうになってきた。いやもうほんとかわいそすぎますよこれ。まあただ私が運がないだけですけどね。はい、ヤシャコンありがとうございます。はあ、こい。ローズウィップ、ローズウィップ魔法の盾、魔法の盾、ビーストウィップビーストウィップもうやだもうやだよ。星さんなんて名前も読み上げたくないわ。ブーメラン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 、うん、ゴー。100連ぐらいの時にロトの鎧下が来て、そっからおそらく今600連ぐらいして400回置いてやっとロトの盾が来た。ありがとうございます。お母様、お父様、神様。まだだ、俺はロトの剣を出すまで引くんだまだなんだ、まだなんだ、まだなんだ。俺には、俺にはまだ、俺にはまだやることがあるんだ。跳ねるんだ。あー出なかった。まあでもロトン立ってきた。泣きそうだよ。ロトの立てでも嬉しいよ。この流れに乗って出てこいよ。一回しか跳ねなかった。忍者かった。もういいよ、星さんは。星さんスキップして。星さんはスキップして。お願いだから。お願いだから。お願いだから。来ねえよ。真理に迫ってくれ。ガチャの真理に迫ってくれ。昆布の、昆布の根に見えるよねこれ。塩分の子森人のジョッキ、シルバーアックス、ナイトスナイパー。まあ夜だからね今ね、深夜帯ですから。ああ、星5歳出なかった。ああ、縦の流れよ。縦の流れよ。俺に力を。お、レイニー、レリーブも終わったはずなのに。ありがとう。レイニーロットは嬉しいよ。レイニーロットいっぱい来てるな。
今回のガチャで4本目ぐらいかな、レニーロード。レイニーロットもう一回来ないかな。 目的変わってきたわ。 もう全部さ、ロト以外レイニーロットにしてくんねえかな。むきむきむきぐりー。もうインテル見ても何も感じなくなってきました。本当に本当に感じなくなってきてました。もういいって本当に。インテリ何枚あるの？そんなにインテリにしたいの？もうインテリはいいよ。画面落とします。おそらくは20万円を超えました。スコーピオンテイル。もういいよ、星さんは。星さんは読まない。星さんは読まない。もうこいつ何回引いたんだ、鬼蜘蛛の盾。ふんどしな、ふんどし。ああ、ふんどしな。あ、ふんどしピーパー来た。ふんどしピーパー来たぞ、これ。バイザーさんね。バイザーさんももう腐るほど持ってますわ。バイザーさんも腐るほど持ってます。これやっぱり確率おかしいよね、絶対。絶対おかしい。インテリとバイザーの星5で出てくるインテリとバイザーの確率高すぎ。バイザーっていうか、スパイク系とインテリ系のパーセンテージ7%を超えてる、絶対。実証しましたね。こんだけ引いて、この確率は、7%っていう提供割合はおかしい。結論。道具拡張します。700あればいいでしょう。スキル所持枠600超えましたね。いや、このね、7%提供にやっとこれで疑問符というかね、提供割合のちょっと真相にこれ近づいてきました。この星5の出る確率の提供割合が7%という表記は間違いなく間違いですね。ロト装備は7%を切ってます。ここまで来てやっと言えますよ。今まではね、そんないくらね、言っても運がないでね、済まされますけど、もうここまで来るとさすがにね、星5の提供率も、まあ当たり前ですけどね、ロト装備はもう相当低くなってますね。まあ特に星5武器ロトにかけてですね、星5防具はもう圧倒的ですね。圧倒的に提供割合7%っていうのは星5の防具のことを言ってるということが証明されました。 もう今の10連とかさ、もう何も感じなかったわ。あ、もう終わったのぐらいな。 7%の7%がロト装備。まあそういう記載はないですからね。星5提供割合が7%としか書いてませんから。これはね、虚実の表記です。こんなこと言ったら怒られるか。 上さんに嫌われるわ。
ああ、もうね、2回跳ね、こんなこと言ってるから2回も跳ねなくなったわ。運営さんの監視が入って、こいつはもう絶対当ててやんねえ。きたー、カイザックス。これで星5武器、全部揃いました。今、現状出る星5武器。ローズウィップかよ。プラチナメールはいらないよ。まあでもカイザーアクス、カイザーアクスゲットでございます。さあ、20を迎えました。20を迎えました。もうね、出るまで引くシリーズをやったらもうこうなる運命なんですよ。これを覚悟しないでね、出るまで引くなんて言っちゃダメなんですよ。出るまで引くんです。いやー、跳ねないな。10連スキップ派の人はこう1回1回見るとドキドキすると。まあスキップしたいですよ、私も。スキップしたいですけど、もうここまで来たらね、もう跳ねて跳ねてバンのドンの、はい、ロトの剣、うわー、見たいっすよ。そのね、その瞬間をね、見るためにね、うん十万かけてるわけですよ。もうなんか星5さえ出てこなくなってね。てってってんじゃないよ。全然てってってんじゃない。終わってない。全然終わってない。これまた100個引くんじゃねえのか。また道具枠なくなんじゃねえか。ロト出るまで課金とかね、もう無謀バカでしょって言われるかもしれないですよね。でも私がここに、この結論にたどり着くまでは長い道のりがあったんですよ。ずっと無課金プレイでどこまでいけるかっていうのをやって、このゲームはこの後まだ続けられるかとか、いろいろ総合的な判断からこうメタスラの剣を、まあ、我慢して、はいはいはい、もういいよ、分かった分かった、もういい、もういい、もういい、はい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 、わかったわかったわかった。メタスラの剣はね、課金せず我慢したんですよ。どうせいいの来る。うん。 ちょっとさ、ほんともうブチ入れそうなんだけど、まあいいよ、進化できるからいいけどさ、かぶりやめろや。 かぶり かぶりやめろや。鎧下もかぶりできてさ、今度ロトの盾もかぶりきてさ、このパターンだとまたこっからさ、ずっと出ないとかっていう悪循環というか、またこれ同じパターンじゃないの？同じパティーンじゃねえのかい？そうなんですよ。お！ロトの剣ですよ。ロトの剣じゃないや、メタスラの剣ですよ。メタスラの剣がもう欲しかったんですけど、我慢して後悔したんですよ。我慢して後悔した。でも今ね、考えるとね、我慢して正解だった。 もう一生ガチャは課金しね。星空でね、いや、まあ少額課金はするかもしれないですけど、もうね、こんな出るまでやるシリーズはこのロトで終わり。もうロト以降やらない。サイドワインダー、これ初めてだ。スキルが楽しみ。でね、これほんと30万いくんじゃねえのか。俺ほんとにいくんちゃうか、マジで。うん。いや、終わらしてくれよ。終わりの瞬間俺にくれよ。
頼むから終わらせてくれよ。ちょっとね、圧迫がひどいんで一旦、動画をここで止めます。てかこの動画多分編集すると思うんですが、何分、あ、20分ぐらいずっと引きっぱなしだったね。はい、一旦ここで、この動画止めます。ちょっと道具整理してまた再チャレンジいたしますということで、まあ締めの挨拶もちょっとこれなし、もう動画ずっとぶっ続けますから、これ何回に分けて出すかもしれませんが、ということでよろしくお願いします。